羽生結弦ゆずるさん、大切に大切に演技していきたい。3.11宮城でアイスショー、一問一答。ビデオで自動音声のため、時々間違ってしまいまして、誠に申し訳ございません。フィギュアスケートの羽生結弦ゆずるさんが、3月10から12日に宮城赤水ハイムスーパーアリーナでアイスショー、羽生結弦ゆずる、ノットステレイトに出演することが9日、記載の日本テレビから発表になった。昨年7月のプロ転向後、 地元宮城県でアイスショーを滑るのは初めて。東日本大震災の発生から12年を迎える今年、故郷の表情から希望を発信する。2011年3月11日、羽生さんは仙台市内のアイスリンクで東日本大震災に遭遇し、家族と共に避難所生活を経験した。停電の暗闇に広がっていた美しい星空に希望を見た。ショーのタイトル、ノットステレイタは、イタリア語で、満天の星を意味する。 日本テレビによる一問一答宮城でのアイスショーなんか今まで3月11日ってコメントを出すことくらいしかできなくてなんか自分の演技を届けたいなって思っていてもなかなか演技する機会だったりとか皆さんの前で何かを届けられる機会ってやっぱり作るのが難しかったですただやっぱりこうやってプロになってこうやってプロになったからこそ大切な日に演技できるっていうことがなんか やっとできるなっていうような気持ちもありますし、3月11日じゃないと届けられない気持ちだったりとか、その3月11日の日だからこそ、思っていただける気持ちだったりとか、受け取り方だったりとか、いろんなことがあると思うので、そういう意味ですごく大切に、大切に、演技していきたいなって思います。どういう思いを届けたいうーん、僕はそれこそ、媒体なので、なんか自分の気持ちの中で、もちろん自分としては、 なんか、こういう気持ちを取ってもらいたいかなとか、こういうストーリーがあるんだよっていうのは、もちろんあるんですけど、どちらかというとなんか、皆さんにとっての、皆さんの中の、それぞれの3.11を思い出したり、その時の夜空をちょっと思い出してみたり、人と人とのつながりを感じられたり、なんか、そういう機会になったらいいなって思っています。マイナス3月11日の夜に満天の星を見た時の思いは、仙台で生きている人間としては、 そこまで星が輝いている夜空を見たことがなくって、一気に真っ暗になって、本当に電気が何もつかなくなって、本当に暗い街の中に光る、その星たちの光がこんなにも明るいんだっていうことを、もうすごく思いました。参考演が行われ、開演時間は10日は17時、11日、12日は16時を予定。ハブさんが座長を務め、キャストは順次、公式ホームページで発表される。放置新聞社。 プロフィギュアスケーターの羽生結弦が2011年3月11日に起きた東日本大震災から12年目を迎える今年3月、故郷の宮城赤水ハイムスーパーアリーナグランディ21で開催されるアイスショーに出演する。震災当時にこの場所で起きたことを思うと、羽生くんの故郷の復興支援にずっと携わっていく意志の強さを感じずにおられません。チケットを入手できるならぜひ仙台に行きたいと思います。 ハブさんからメッセージも出てたんですね。確かに3月は競技者としてはまだまだ忙しい時期ですからプロに連行してこその開催で、ハブさんの念願がかなって嬉しいです。日本は災害が多い国ですから、ハブさんをきっかけさせてもらって、1年に1度でもそういうことに思いを馳せたり、防災について考えたり、生活を帰り見たりする日があっても良いのかなと思っています。2月末に大きな公演もあり、あまり日にちがなく大変だと思いますが、 健康に気をつけて頑張っていただきたいです。もう、ちょっと人間国宝でいいんじゃない。日本は、災害の多い国。ハブ選手は、寄付も、被災地のために億単位でしてくれている。いつ、自分のところが、災害に遭遇するか、わからない。そんな大変な人に、寄り添ってくれている。自分の家も、全開して、日本で将来を期待されているアスリートなのに、スケートリンクがない。各地を、アイスショーを転々とする日々。 16歳、多感な年頃だ。故郷への思いも強い。今の若者にしては珍しい。みんな、故郷への思いをそんなに思ってくれるのだろうか各地の災害のために尽力をしてくれるのだろうか優しい、ひくばりの純粋な人柄。昨年の紅白歌合戦の際にも優しい人柄が滲み出ていた。応援せずにはいられない素晴らしい人。ご視聴ありがとうございました。 素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。